こんにちは。ナナです。スポーツ日本新聞社と毎日新聞社主催の今季王将戦シリーズ。第5局まで、先手番が常に勝利しておりました。そして、結果的に、第7局は日の目を見ないまま。ファイナルゲームとなった第6局。ここで藤井王将は後手番でした。この対局に勝てば、初防衛達成となる大一番でしたので、緊張感高めで視聴していた人が多かったと思います。プレッシャーが激しくかかる対局だったはずが、前夜祭の様子を見ても、全くいつも通り。そして、迎えた対局でも安定感抜群の差し回しで、見事に勝利し、防衛を手にしました。波に乗っていると、その流れで次々と手にすることができるという、不思議な潮流みたいなものもありますから、棋王戦、名人戦と連続で奪取し、早々に藤井七冠へ駆け上がりそうな予感。ただ、藤井王将の場合、流れがないところでもその流れを作る力があるため、本人は記録について運の要素が大きかったという言葉を口にしたことがありますが、100% 実力によるもの、控えめで謙虚という人柄からそのような言葉を使っていますが、幼少期からただただ将棋が好きで取り組んでいた対局がここまでの成長を見せるとは、天賦の才って本当にあるんだなと感じるところです。ただ一番心配なのが健康管理です。今回は王将戦で藤井王将が勝利した対局を振り返り、特に立ち会人などプロ棋士がどのように語っていたのか、興味深かった手順などについてご紹介します。このシリーズは、先手番が勝利を収めた対局で、藤井王将は、奇数の番で先手を持っていました。その中で、第2局の立ち会人をしていた谷川十七世名人は、対局がスタートする前の姿を見て、感じた印象について次のように説明しています。この二人は、非常に波長が合っているように思えましたね。1日目もそうですし、2日目の朝も、挑戦者の羽生さんが対局開始10分前に入室し、その1、2分後に王将保持者の藤井さんが部屋に入る。一礼して駒箱から駒を取り出します。その仕草と深々としたお辞儀やゆったりと駒を並べていく様子などを見ていて、何とも言えない形式美を感じました。そして対局後は、羽生さんはタイトル戦で藤井さんと戦えることの喜びが大きいと思います。一勝を挙げて対にしたことで、第5局は必ずありますしほっとしていることでしょうと語っていましたが、私はその戦い方にも見ることができると考えます。藤井王将と羽生九段の似ている点について、谷川九段は著書の中で次のようなことも語っています。羽生さんに逆転勝ちが多かった理由の一つは、20代前半はタイトル戦という大きな勝負の場でもあえて様々な戦術を試していたところにある。例えば、不利と言われている序盤作戦での常識を疑いどれくらい不利なのかを自ら実戦で経験してみる。そして、そのマイナス程度が十分に理解できれば、次はもう指さなかった。そうした試みについて、羽生さんは大事な対局で試みなければ意味がないとも語っている。それはなぜなのか。棋士仲間や将棋ファンが注目するタイトル戦のような重要な対局で、最も強い相手の最も得意とする戦型で試みてこそ、将棋の真実を手中にすることができるというものであると、谷川十七世名人は分析しています。このシリーズの戦型は、第1局目から、一手損角換わり、相掛かり、雁木、角換わり腰掛け銀、横太り三三角型、そして、最終局が、角換わり、早繰り銀となっており、戦型のデパートと評していた棋士の言葉通り、様々なパターンが登場しています。ただ、羽生九段は、先手でありながら、藤井王将が、最も得意とする角換わりを、4局目と最終局の第6局で採用しています。まさに、全盛期の戦い方を未だに継続し、相手から学び取ろうとしている姿勢が見えるのです。羽生九段は、デビュー以来、
圧倒的な力を発揮し、25歳で七冠王となりました。それ以降も、棋界の強者との対戦を制し、タイトル99期という大金字塔を打ち立てています。ですが、そこで戦ってきた棋士と藤井王将は大きく違います。それは、タイトル数を見てもわかりますが、やはり格下だった。ですが、一般的には、相当手強く強いとされている棋士ですから、そこから学ぶために、相手の得意とする戦法を使ってどこまでやれるか、本当に倒せないのか、戦うことで何か得るものがあるのではないかという好奇心からの挑戦をしながら吸収していったのでしょう。そうして羽生九段はレジェンドへと駆け上がっていき、将棋界に羽生ありという状態まで作り上げたのです。ですが、羽生九段は、公式戦で王将戦最終局を迎えるまでの藤井王将との対戦成績は、羽生九段から見て3勝10敗と圧倒的な差をつけられており、無冠の羽生九段に対して藤井王将はタイトル5つ。羽生九段が全盛期で戦った環境とは真逆の立場で同じような戦い方を見せており、相当の勇者であることがわかります。圧倒的王者の英知を吸収しようと果敢に挑んだ姿は、デビュー当時の藤井王将の姿と重なります。デビュー戦は、神武以来の天才と自負する加藤一二三九段。戦型は矢倉。この時藤井王将は後手番ではありましたが、先手のやりたい流れを作らせて戦ったのです。加藤一二三九段は、この時のことについて次のように語っています。藤井さんと対局してみて、それは感心しました。私は、棒銀戦法という作戦を得意としますが、同時に、矢倉という作戦も得意です。矢倉で名人になりましたし、たくさんタイトルも取っています。だいたい500局ぐらい勝っていますね。負けたのは5回でした。藤井さんとの対局も、この矢倉で挑みました。私が、先手番、藤井さんが後手番です。私が得意とする矢倉に対して、しっかりと対策を打ってきました。非常にうまい戦い方、もっと言いますと、私が増えてとする作戦をぶつけたのですね。と語っています。戦法は、対戦者の得意戦法で合わせるけど、そこへの研究が深いため、相手があまり使っていない作戦をぶつけ、これだったら、今どのように戦いますかって突きつけたのです。羽生九段も、藤井王将に対して、先手番で、横歩取りなど自身が得意とする戦法を採用もしていますが、対応力が秀でている。藤井王将が苦手だと考えられる作戦を考えてきたことと想像ができます。ですが、完全に流れを作ることができる先手番において、二つは成功したけど、三つ目は通用しなかった。ここに、大きな違いがあります。藤井王将の場合は、研究の内容と相手の指し手を交差させながら対局中に、少しずつずれている部分を軌道修正しながら戦います。ですから、番勝負だと、むしろ最初は負けても、その後連続で負けることがない。非常に柔軟な対応力と環境認識ができており、さらに圧倒的な情報を操作するだけの天才的才能を持ち得ているという点です。同じ棋士と対局が増えると、それだけ同じ相手には負けづらくなる。渡辺名人との対局は極端ですが、強い棋士の方が相手の強さもわかるため、心理的に押されてしまっているのが、これまでの結果を招いているようにも感じますが、ここまで対局を積み重ねてきた結果、藤井王将の中での渡辺名人への対策は、かなり完璧に近いほど出来上がっているようにも感じます。対策というよりは、いつものように指せば勝てるという感覚を持っているように思います。これから、先は、さらに藤井王将に勝つのが難しい。話を戻します。羽生九段は、序盤研究を外し、本当に不利なのかを確かめていると、谷川十七世名人が語っていますが、藤井王将は、相手の序盤研究というよりも、AI が示す最善手を、外しその先がないのかを実戦で試している場面が見受けられます。もう、この時点で見ている視点が違う。常に、相手がどう出るかというところに目を向ける戦い方と、
これまでの寄付を結集し研究された人工知能が持ち得る勝率との戦いをしている藤井王将。単純にどう指せば勝てるのかという点に、フォーカスしぶれることがない。人間心理を追求するあまり、目の前にいる棋士のちょっとした所作書きになるのは一般の棋士。藤井王将は、そういった目の前の現象に惑わされることなく、盤上に集中し、駒の動きに注視しています。デビュー当時は、ちらっと相手を見るような所作がありましたが、今や、そういった光景が見えない。次元が違いすぎるわけですから、この先の結果が大きく違ってくることは必須。そんな藤井王将とは、アベマトーナメントで同じチームで戦った経験を、持つ高見七段が、第3局の副立会人を務めていました。森内九段や藤井猛九段も、そうですが同じチームになった棋士が解説に登場すると安心します。エンタメ性の高い企画で同じチームになると公式戦で見せる藤井王将と全く違う一面が発見でき引き込まれている人たちです。優しい解説をしてくると確信できるのでほっとするのかな?さてその第3局は、先手は藤井王将でした。この時の戦いで印象的な局面や改めて上がっていた高見七段の総評をご紹介します。まず指摘したのは29手目。一般的な指し手は3八飛ですが、ここで藤井王将が選んだのは2六飛だったのです。この手を見て、対局中も立会人の森下九段と高見七段が顔を見合わせびっくりしている様子。後に知らされた島九段も同様に驚いていたといいます。森下九段は初めて見ましたよと言うと、島九段は出た早くも出たという感じですと、藤井王将の強烈な世界観が見えた指し手に一応にびっくり。この手は、次に、先手が3七桂から3六飛とする狙いが込められており、2六飛の飛車浮きが必要でした。これに変えて誰もが思いつく手とされる3八飛にした場合、手を進めると桂を取られる筋が見えるのです。この局面について、感想戦で、羽生九段は、藤井王将が狙っていた見えなかった筋について知らされそういう筋があるんですね。しょうがないですねと。気がつかなかったことに笑っていました。本譜羽生九段が選択したのは、4五歩でバランスを取る手でした。この局面について高見七段は、藤井王将は、終盤の強さがクローズアップされていますが、近年は序盤から洗練されているので、こういう筋もあると研究はされていたのでしょうね。さすがの羽生九段も感想戦では驚かれていたようですが、さすがの対応力を見せます。そして、63手目以降は、先手玉も迫られる格好になりましたが、藤井王将は見切って寄せ形を築きました。本局のポイントをまとめますと、29手目2六飛から局面が激しく動きましたが、羽生九段もぴったり差がつかないようにうまく対処した印象です。封じ手の4二玉から藤井王将が馬を作ってうまく組み立てましたが、羽生九段が唯一間違えたのが54手目3三玉でした。変えて考え、憎い4三玉が局面のバランスを取る唯一の手だったことは、形勢的には、互角でも後手が勝ちづらい将棋だったのかもしれません。しかし、両者の対戦は、レベルが高く、本局では、藤井王将は、終始ミスらしいミスがありませんでした。プロから見ても、完成度の高すぎる将棋だと感じましたと、羽生九段が唯一間違えた手を指摘しつつ、やはり勝つのは難しい将棋だったとしています。95手で勝利を決めた第3局について高見七段は、次のように評しています。角換わり腰掛け銀から、7八玉から、6八金の形で後手から仕掛けられていますが、6筋の戦場に玉が近いので大丈夫でしょうか。でも、羽生九段は、この形を準備していたのでしょうね。他の若手棋士からも聞いたことがありますが、羽生九段は、第2局や本局といい、他の棋士が考えているような流行形からちょっと違ったところを深く研究されているのではないか。
最新形からでも前例がない形になった変化を突き詰めて追求しているのではというのを聞いて、私もそう思いました。このようにしていました。流行から外すのは誰でも考えますが、それもまた、藤井王将の流れを読んでのこと。相手の思考を読むよりも、将棋の仕組み自体を深く考察し、AI が示さない、さらに、その先への探求をしている。藤井王将に勝つのは至難の業であることが見ている私たちにも伝わりました。このシリーズを振り返り、藤井王将は、すべて違う展開になって、自分自身経験の少ない将棋も多かったですし、羽生九段との対局は、その中で、感想戦も含めて、そういった局面を考えることができるのは、自分にとっても、非常に楽しい時間だったというふうに感じています。このように語り、かなり余裕を感じる感想を述べています。対して華麗に跳ね返された羽生九段は、やっぱりいろいろな変化や読み筋とかが、たくさん出てくるので、そこは、対局していて大変なところでもありましたけど、非常に勉強になったところもあったシリーズでした。このように語っています。羽生九段は、このシリーズを通して、藤井王将には角換わりはというよりも、得意とする戦型をぶつけるのは難しいと学んだのでしょうか。この先は、藤井王将の影響を受け成長した。若手の強い棋士が上がってくるタイトル戦になると思われます。そこへ、どのような将棋で跳ね返すのか、長い時間をかけて見せてくれることになるでしょう。さて、最後におまけのエピソードです。今回ご紹介した高見七段ですが、前期、銀河戦決勝で、藤井竜王と対局を行っています。放送されたのは、昨年12月27日、対局は10月31日。この日藤井竜王は、2年ぶり2度目の優勝を遂げました。タイトル戦以外の一般棋戦優勝は、JT 日本シリーズ1回、朝日杯オープン戦4回、新人王戦1回と合わせて8回目となりました。銀河戦ですが、振り駒の結果先手は藤井竜王。振り駒の神にも愛される竜王。戦型は角換わり。この決勝戦を振り返り、高見七段は、次のように総評しています。初めて指す上に前例もない形にしたんですけど、藤井さんが準備はしていて互角ということも知っていました。藤井さんはもう少しゆっくりした展開にするのかと思っていたんですけど、いきなり攻め込んできました。52手目に2三歩と先手の飛車先を止めるために打ちましたが、それが敗着になったのが衝撃でしたね。藤井さんに感想戦で代案を指摘されたんですけど、4四歩という手で、先手の桂跳ねをただ防ぐだけなんです。でも、後でソフトで調べたら、最善手で、盤上の均衡を保つ唯一の手でした。思わず冷えってのけぞりましたね。関東の若手棋士5人くらいに、その局面を見せたんですけど、誰も正解した人はいませんでした。私が実戦で指した2三歩を上げる人も多かったです。だから、知らなかったら持っていかれるような局面だったんですね。藤井竜王相手に、後手だと、一手のミスも許されないんだと肌で感じました。と振り返っています。高見七段からすると、前例のない初めて指す形への誘導をしたつもりだったのに、当然、予想通り、それは、藤井王将にとっては、何度も通った道だった。王将戦最終局で、羽生九段も、あんなに攻めが早いとはとこぼしていましたが、高見七段も同じようなことを語っています。ただ、相手の意表をつくつもりで手順を披露しているのではなく、最短で最速の寄せが見える手が、ただそれだったというだけですと。きっと藤井竜王からするとなるんでしょうね。しかも、感想戦で指摘された手が唯一助かる手だったとは、確かに絶叫しそうになりますよね。現在、藤井竜王は、先手の勝率が恐ろしいことになっていると言われていますが、それは、単純に先手が多いからなのです。2022年度先手番が34局、後手番が26局。ですから、先手後手にあまり関係なく強いのです。この調子で、
棋王と名人の奪取をきっと成し遂げてくれることと思います。Disappear, you wouldn't even care. Why die?